リーアン・ベレス・トゥイーデンは、アメリカ合衆国のモデル。バージニア州、マナサス出身。2004年12月15日、バーレーンの米軍遺門省にて1991年、オズボーン・パーク・ハイスクール卒業後モデルとなる。1992年、コロラド・スプリングスのフューターズで、ウェイトレスとして働きながら、ビーナス・スイムウェアのモデルイメージビデオのトップを飾ったことにより、 全国的に名を知られるようになった。その後、フーターズ、ヴィーナススイムウェア、フレデリックス・オブ・ハリウッド、プレイボーイなどのモデルを務めている。f h m 氏2 0 0 7年3月号では表紙を飾っている。トゥイーデンは2001年から2007年にかけて、フォックススポーツネットのスポーツトーク番組、ザ・ベスト・ダーム、スポーツショー・ピリオドのリポーターを務めた。2008年には、 前任者、シャナハイアットの妊娠による交番の後を受け、NBC の深夜番組、ポーカーアフターダークの3代目ホステスとなった。また、FOX ニュースの政治討論番組、ハニッティにも、偉大なアメリカのパネリストのメンバーとして出演し、時折同局の早朝の番組、レッド・アイ・ダブリュー、グレッグ・ガトフェルドにも、パネリストとして出演している。2008年、 フーターズ25周年記念の一環として、オールタイムトップフーターズガールの称号を授けられた。2009年から、ビデオシリーズによる、自閉症に関する啓蒙を目的とするウェブサイト、リシンキングオーティズムに参加している。プレイボーイ2011年12月号にトゥイーデンの、ヌードグラビアが掲載され、表紙も裸体に赤いリボンを巻いた彼女が飾っている。トゥイーデンが、 同志の表紙を飾ったのは、これが初めてではなく、1996年8月号にも登場している。日本語番月間プレイボーイ1996年9月号の表紙にも同じ写真が使われている。トゥイーデンは現在、フォックススポーツウエストで、ロサンゼルス・エンゼルスの試合前後の取材を行っている。ありがとうございます。